ウェルカムトゥ沖縄、メンソーレ沖縄、ハイサーイ、ハイサーイ、やっと雨が上がって、ちょっとずっと準備をしていたゴーヤの定食が今終わりました。ですね、イメージ、元気な苗のゴーヤを、イメージはここからずっと2階までグリーンカーテンにして、トマトでそのイメージをしてたんですけども、ここのトマトはちょっとなかなか上までいかない、向こうのトマトはずっと3メーターぐらいまで伸びたんですけどね、ここは全部グリーンカーテンというイメージで、ゴーヤーの、カーテンにしたいと思います。もう少し1メーターぐらいになったら、本芽のところを切って、枝を切って、こういう風に広げるイメージですね。ゴーヤー初めての子育てじゃない、ゴーヤー初めて育てるんで、どんな感じになるか楽しみですね。そしてもうすでに、山の方にはゴーヤー先に植えていて、それは種から植えたのと苗からか植えたのがあるんですけどね、やっぱりこうやって接ぎ木した方がゴーヤーは病気にも強くて、実もたくさんつくっていうので、ゴーヤーこの接ぎ木したのをまた、これからいろんな場所を変えて、一箇所じゃなくてですね、植えていきたいと思います。今日はトマトがですね、昨日収穫しなかったのでトマトがたくさん、もう基軸しているのでトマトの収穫をしたいと思います。そして本当にここのとこ雨もそうなんですけどね、天気が良くないのもあるんですけど、なかなかちょっと畑仕事ができなくて、やりたいことたくさんあるんですけど集中して、できないので、これから、いろんな仕事を片付けたらまた一生懸命、畑にも集中してやっていきたいなと思います。じゃあトマトの収穫どんな感じか見てみましょう。今まではミニトマトを中心に収穫してたんですけどね、これからは中玉、大玉のトマトが、どんどん熟し始めまして、熟してきますね。今のトマト畑はここだけじゃないんですけどね、こんな感じでまあまあ割れながらいい感じに成長してますね。あ、こっちにももうちょっと雨が降った後にですね、パコンとちょっと雨が降った後にトマトがパコンと裂けたりもうするみたいで、こんな感じですね。ここはミニトマト、わー、もうだいぶ熟してるのが、熟してるのがあちこちに見えますね。イエロートマト、あ、こっちもだ、あ、こっちもだ、こっちもだ。さあこれからトマトの収穫を したいと思います。剪定しながら、わあ、あっちの奥の方にも、奥の方にももう熟して落ちそうなのがたくさんありますね。完熟してますね。完熟しているのからちょっと取りたいと思います。うわー、いい感じだぞ、いい感じだぞ。トマトがどんどん成長してます。わー、これは大きいぞ、いい感じです。ほんと畑、家庭菜園しないとわからないですよね。トマトってね、ほんとこんな風になるっていうのを初めて知りましたからね、今まではスーパーで売ってるのしか見てないですからね。わあ、いい感じですね。さあちょっと今日はトマト畑を昨日チェックできなかったからチェックしたいと思います。ここも大玉、中玉のトマトコーナーです。ちょっとね、私の身長よりも大きくなってきたんで、ちょっとこれからもう少し高い柵を、足していこうと思うんですけどね。わあ、ここもいい感じで実ってます。大きくなってる。これも
来週ぐらいにはここの畑も収穫できそうですね。あ、太陽がやっと出てきた。いやー、やっと太陽が出てきました。今日は昨日からね、ほとんど雨、やっとちょっと畑の巡回ができます。ちょっとトマトを取りたいと思います。ここもいい感じでトマトがなってますね。もうトマト、あ、ちょっと傷がついてるな。トマト、あ、こっちにもこうやって、あ、ここにもで、ここですね、ちょっと油断したらカボチャがここまで、トマトの畑まで占領してきてしまいました。カボチャもこれからちょっと、もういい感じで収穫できるのもあるので、カボチャも今日は収穫したいと思います。あそこのトマトはどうなってるかちょっと見てみたいと思います。右側の方ですね。いやー、これ、マンゴーパパイヤ、急に大きくなりましたね。この辺には、おっとっと、なんかポキって言ったトマトが折れたんじゃないかな。この辺にはちょっとカボチャも植えてます。おお、こっちにもトマトが、こっちにも、おお、こっちにもおお、こっちにもわあ、こっちにもわあ、これちょっと来週すごいトマト、わあ、すごいな。こっちはいっぱい、わあ、これ、お、これ大きいな。このトマト大きい、これは大きいぞ。なんかお尻のようなトマト。うわー、こっちにも見えるかな。うわー、こっちにも、あ、これはちょっと出来損ない面白い形をしている。あ、こっちにも、ここはちょっと中玉のトマトを中心に、あそこですね。ここも、ここちょっと、油断してたら草がもう生えちゃって、でもバナナたちは元気に育ってますね。バナナたちは今んとこ、今んとこって言ってももう元気に育ちますね。葉っぱが勢いがあります。お、気をつけないと。ここにもマンゴーパパイヤ、わあ、ここにもパパイヤ、はい、ここもバナナ、あれ、なんか黄色いのが見えるぞ。あ、びっくりした。黄色いのが見えるからなんだろうと思ったら花が落ちたんですね。あ、あのバナナがちょっと元気ない。このバナナもちょっと元気ないな、心配だな。このバナナは元気ですね。うわあ、ここもトマトがいい感じで大きくなってる。うわあ、こりゃ楽しみですね。パパイヤを踏まないように。ここは、ちょっと私のお気に入りの畑なんですよ。なんか山と自然と、畑となんか一緒に共有してるって感じ。ちょっと最近感じたこと、カラスじゃない、カエルがすごく増えてきたような、気がしますね。雨降りの後、もうカエルの大合唱が始まってます。ここちょっと剪定してないから、ちょっと、ここはまだ収穫できるぐらい、熟してないんですけどね。じゃあ今日はミニトマト、やっぱりまだ一番もうたくさん、挿し木挿し木で増やしたのがミニトマトなんで、お、違うか、ミニトマトなんで、ミニトマトをちょっと、あ、向こうの畑もちょっとチェックしたいと思います。落ちてますね。うわー、あっちにも赤いの見えますか。うわー、こっちにも軸してどんどん下の方に落ちてるの。今日は落ちてるのを拾おうかなって感じです。ちょっと剪定が追いつかなくなってきました。どんどん基軸が進んでます。こっちのバナナは
転職して何ヶ月ぐらいなんだろう、もう2ヶ月は過ぎましたかね。やっとちょっと落ち着いてはきましたけど、まだまだお元気いっぱいっていう感じで今なってないですね。山の中に植えてるバナナに比べるとちょっと元気が、これは少し元気になってきたかな、元気がないかなって感じですね。これもまあまあいいかな。ここは里芋沈黙です。沈黙畑、ここのところの雨とぬくくなった、暖かくなったので一気に成長しましたね。12月ぐらいに収穫予定です。ここはマンジェリコン、奇跡のハーブとも言われているマンジェリコン、一気に大きくなって、もう花も咲いて、咲き終わりましたね。これからまた種で、受精するんでしょうかね。これは全部挿し木で増やしました。マンジェリコン畑、これからちょっとお茶とかですね、野草ティーなんかもちょっと試して飲んでみたいと思います。この畑はもうほんとここってもう、ちょっとストップしていました。ここの畑やるぞーって思いながらストップしていたんですけどね、おかげさまで元気のなかったバナナたちが、元気になってきましたね。いい感じですね。このバナナはあの山に植えたバナナと同じぐらい元気で、でこうやってパパイヤもどんどん、成長してますね。同じように植えてるのにちょっと伸びないパパイヤと元気なパパイヤとなんかいろいろですね。あ、こっちもこれはペジキングパパイヤっていうやつですね。上の畑はもう完全に今手付かず状態。もう来月になったらできるかな。お、ここのバナナ元気元気元気、もうなんか葉っぱと茎を木を見たらバナナの状態が分かるようになりました。もうこうやってね、ちょっとバナナダメかなと思ったのがひょろひょろひょろとこんな小さい芽がたくさん出てきてるんですよね。ここもそう、なんか嬉しいですね。すごい、もうダメかなと思っていたのが、親株子株を分けたのからこんなに芽が出てきてます。ここもそうだ、もう枯れていたのをちょっと転職して失敗かなと思ったんですけどね、その横から小株がこうやってこれも元気だな、芽が出てきて、いろんなのがいろんなところから芽が出てきて嬉しいですね。ということでたくさんトマトを挿し木してここにも全部植える予定なんですが、もう今のところ手が回ってない状態なんで早く、いろいろと仕事も片付けて、トマトもどんどんまだまだ増やそうと思います。わー、挿し木して、挿し木からこんないい芽にいいトマトが出てますね。これ挿し木したばっかりですよ。これわー、こっちもそうだ、もう挿し木してすぐに芽がたくさんつき始めてます。うわー、これちゃんとしなくちゃ。本日の収穫はキャベツじゃない、じゃがいも何して食べようかな、今日はちょっと食べないかな。じゃがいもじゃない、かぼちゃの天ぷらなんかもいいですね。天ぷらにしてみようかな。そして毎日食べてるサニーレタス、もうそろそろもう大小一杯でサニーレタスはもう終わりですね。パーッと幸の分配をして次に備えようと思います。トマトはしばらくこんな感じで毎日収穫できます。毎日食べれます。大きいトマトがちょっと、
昨日あたりから一昨日あたりから大きいトマトが収穫できるようになりました。さっきまで太陽が出ていたんですけどね、ちょっと梅雨時みたいに蒸し蒸し蒸しとちょっと蒸し暑いですね。今にも雨がバーッとまた降りそうな天気でもあります。今日沖縄来た方、あいにくの天気ですが十分楽しめたらいいですね。ということで沖縄ユンタク放送、今日の小さな畑から収穫情報をお届けしました。また野菜。